なあマロマロやめて。はーい、ハロー YouTube、 どうもヒカキンです。ヒカキンブログへようこそ。さ、このヒカキンブログ本当にたまにしか更新しなくて、もっと更新したいなってね、去年とかずっと思ってたんですけどできなくて、ただね、今年2019年平成も終わり、僕も30歳になるんで、なんかせっかくだからこのチャンネルうまく活用したいなと思って考えたら、一番ねしたいなって思うことがあったんですよ。それがおヒカキンファッション的な購入頻度がそう、というのもね、まあ、ここ1、2年くらいかな、僕結構ファッションに興味があって、やっぱ YouTuber もね、いろんなところにこう、まあ、テレビとか出るようになって、あと動画もね、何百万人にこう見ていただける、そんな時にやっぱりいいものを身につけたいとか、あ、いいの着てるねってね思われた方が、やっぱりこう YouTube でね、目立つ位置にいる人間としては、やっぱりそこちょっとビシッとこうね、ビシッとした方がいいのかなと思って、いいものをね買ってて、ただヒカキン TV ではわざわざ毎回この服買いましたって動画とかで一切紹介してなかったんですよ。それがファッション、まあ洋服とかアパレル系ね。そうで、最近ねインスタグラム結構投稿を頻繁にしてて、そしたらね、動画で紹介しますよねとか、最近もね、ルイ・ヴィトンでいろいろ購入した時に、動画上がるの楽しみにしてますって結構、インスタにコメントもらったりしてて、動画にするつもりないんだけどって思ってたんですけど、でも見たいっていう方がいるなら動画にしようと思って、そこまで思いついたのがこのヒカキンブログで、まあファッション系とか、あと購入品とかね、動画ではやんないけど買ったものとか、まずはファッション系。動画で撮ろうかなと思います。もちろんね、ちょっとラフなチャンネルなんで、ゆっくりしていってください。はい、というわけで、もうこれね、キラーギラ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 っとありますけど、今回購入したものめっちゃいっぱいあるんで、一個一個お見せしたいと思います。そう、今回ね、原宿ですごい盛り上がったイベント、ポップアップストアっていうのがね始まったんですけど、なんとあのバージルアフローオフホワイトをね、作った、オフホワイトっていうね、かっこいいストリート系のね、ブランドがあるんですけど、その、まあ、創始者、かつデザイナーである、ヴァージル・アブローが、なんと、ルイ・ヴィトンのメンズのデザイナーに抜擢されたんですよ。そう。で、もうそれ結構ファッション業界だと、なんだとってくらい、もう激震なくらい、まあね、すごい、まあ、コラボというか、化学反応が起きるようなことで、で、僕もね、オフホワイトかっこいいなと思ってて、まさかね、そんなストリートな感じの方が、今後ルイ・ヴィトンを手掛けるなんてと思って、発表された時も注目してたんですけど、アイテムがこうバッて出た時に見たら、かっこいいんだよ。そう。で、今回ね、その、第1弾、バージル・アブローが手掛けた第1弾のメンズコレクションを、ポップアップストアに、なんとね、この度、私が金は、ルイ・ヴィトンのね、VIP になることができてですね、招待していただいたんですよ。光栄なことに。で、今回ね、いろいろ自分で、たくさん購入したので、それをお見せしたいと思います。いや、これだけで尺長いわ、これ。さあ、何からお見せしようかね、これね。値段も、ちょっとあんまりバッチリ覚えてないんですけど、大体で、もういっちゃおうと思います。まずね、これ、多分今回の大目玉だったんですけど、ルイ・ヴィトン好きな人だったら知ってると思うんですけど、キーポルっていうね、2、3泊の旅行に最適なくらいの、この、何、バッグですね。これの、このなんかオーロラみてえな、この何、柄のやつなの、これやばいっしょ、これね。ね、一応クリアーなビニールっぽい素材なんだけど、キラキラしてて中あんま見えないんですよね。そう、オフホワイトってなんかクリアーなさ、スーツケースとかあるんですけど、中身はギリ見えないぐらいで、これちょうどいい感じなの。そう、これが今回ね、激レアっぽくて、メルカリで見たら倍ぐらいの値段でもうなんか出品されてるんですよ。それくらい、激レアっぽいですね。そう、いやー、そうで、やっぱりね、このバージルといったらこのチェーンですよ、チェーン。これクリアのチェーンがついてるんですよ。そう、ストリートが入ってますよ、これ要素が、これ。いやー、そう、僕結構ね、ユーフェスのリハとか、あとまあ一泊二日の旅行とか、実家帰る時とかにこのキーポルよく使ってるんですけど、まあちょっとこれ目立つから、
あんまりこうなんだろう、新幹線とか乗るときだったら、うーんって目立っちゃうから、いつ使おうかなとは思うけど、まあこれはね、もう絶対買いたい一品でしたね。はい、次行きましょう。次はですね、どれ行こうかね。これかな、やっぱり。これ。これかっこいいんだよ。今回なんかね、真っ白なコレクションがあって、いろんな種類の商品売ってたんだけど、これね、あのまあバッグですね。そう、程よいバッグ。結構入りそうな感じ。で、なんかね、取っ手がね、こっちについてんだよ。これわかります？この、普通さ、この真ん中についてんじゃん。なんかね、このなんか、後ろ側についてて、なんか持つとなんか、大丈夫かなみたいな。でも大丈夫かなみたいな。そう。で、やっぱりここにチェーンがついてて、白いチェーンですね、これ。白は、もう金具とかも、全部真っ白なのね、これ。なんかびっくりするぐらい真っ白。そう。マシュマロみたいなんだよ、これ。そう。なんだけど、レザーもなんかこの、なんだろうな、ワンランク上のレザーを使ってて、ちょっと上品な感じ。そう。で、この辺のね、これをぶち抜くんですよ、これを。おっこれをぶち抜いて、ドッあ、カシャンそう。ちょっとこれね、手間がかかるんですけど、やっぱりね、この手間がいいんですよね、これ。よいしょ。あ、はぁ。あ、上質なレザーの香りがします、これ。うん。で、こう開けると、あ、これ中のこの紐が入ってますね、これ。うん、結構入るよ、これ。あと僕結構こう黒い服を全身着ることが多いんで、この真っ白なのは結構浮くかなっていう、パッと。そう、だから黒とか、あと普通のモノグラムの茶色も売ってたんですけど、僕はあえて今回真っ白にしましたね。 MacBook Air だったら入りそう。うん、これいいね。これで海にね、行きたいですね。で、お次はじゃあこれ行きましょうか。はい、私ヒカキンと言ったらサングラスですけど、これね、かなりギラついたサングラス売ってて、買っちゃったんですよ、これ。ほら、真っ黒。で、赤とか白もあったんですけど、黒にしました。で、これ、金なんで、めちゃめちゃ。すごいでしょ、これ。で、僕って目悪くて、これも実は銅めっちゃ入ってるんですよ。だから、これ、メガネ屋さんに持ってって、レンズ、土入りに取り替えてもらわないと僕、使えないんですけど、そう、コンタクトしないんでね。そう、なんだけど、これはちょっとね、いきます。シャキーン。そう、なんかね、形が、まあ、ちょっとカクカクはしてるんですけど、今まで僕が動画でしてきたような、なんかサングラスに近くて、うん、これはいいかもしれないですね。動画でするのもいいかなと思って買いました。ごっついね、これ。めちゃめちゃごっつい。ただ、LV ってちゃんと横に入ってたいい感じ。はい、お次はこれ。これはね、非常、もうこれ、まずこれは絶対買おうって入ってすぐ思ったんですけど、一瞬、トランクに見えるんだけど、実は柔らかいバッグです。そう。ルイ・ヴィトンといったら、やっぱこう、トランクから始まったね、ブランドですけれども、本当にそのトランクをイメージして作られているんですけど、四つ角以外は、ふにゃふにゃなんですよ、これ。そう。この四つ角はね、金属なんですよ。ここ。あー、傷ついちゃう。なんだけど、ここは、ぐにゃー。ほら、こういう感じ。で、ちょうどいい大きさで、ここにね、僕いつも長財布2個持ち歩いてるんですけど、長財布余裕で2個入るんですよ。長財布2個とモバイルバッテリー1つとキーケースとか余裕で入るんで、これちょっとね、選びきれなくて2つ買っちゃったんですよ。あとね、普通のモノグラム茶色も売ってたんですけど、僕はちょっとこっちの方がね、いいやつなんですよね、値段が。そう、この黒と白をあえてついで買いました。で、黒はここにオレンジが入ってます、これね。あ、これバージルのこれエッセンスです。はい、なんでもね、3% のエッセンスらしいです。3% くらいこういうのを入れるといいっていう。それがバージルのね、考えらしいんだよね。これ一回外、なんだろう、これでバッグ持って行ったんですけどね、非常に使い勝手がいい。そう。こういう感じなんですよ、こういう感じ。ほら、ここもね、この鎖がいいでしょ。鎖はこれプラスチックなんですけど、こういう感じ。って感じで。そう、これサッといけますから、ね。いいね。で、さりげなくこのキーホルダーも別売りです、これ。LV のね、バージルオレンジカラーのキーホルダー、これも別買いしてます。いっぺんやんな、これ。次がこれだよね。これがね、一番オレンジがね、多かったんですよ。もう本当に商品数めちゃめちゃいっぱいあって、まあ、全部買ったら破産するだろうってぐらいあった中から、僕かっこいいの選んで買ったんですけど、これが一番このね、オレンジのチェーンがごつかったの。これベルトです。はい、モノグラムのね、シンプルなベルトにフックがついてて、ここにほら、で、ここに、このチェーンもついてくるんですよ。で、これだけ、このね、チェーンが取り外し可能なんだよね。そう。で、チェーンだけってのが、僕がお店行った時は売ってなかったんで、え？ってことは着脱可能なオレンジのチェーンって、
このベルト買わないとついてこないんじゃねと思って。これ LV って入ってるよね。入ってる。ちっちゃく、ちっちゃくね、一個一個チェーンに LV って彫られてるんで、そう。これベルト買わないとついてこないんですよ。そう。で、このベルトすると、これ、このほら、最近、ちょっと前までこの渋谷ポップアップストアのベルトしてたんですけど、久々にベルト買いましたね、これで。よし。そう、ちょっとこのね、ベルトの、何この、ズボンの紐通すときに、このフックがね、ちょっとだけ邪魔なんだけど、まあ平気。よいしょ。で、これは、このベルトに関しては、チェーンをしないと、まあただのベルトなんで、そう、このチェーン。ただね、目立つよ、これしたら。ただ、目立ってこそオシャレと言われるからね。そう、こうやって、あ、もう一個あった。ここに、見えない。あ、よしよし。こんな感じになるの、ほら。ふぅー。そう、これすごいっしょ。ね。これはちょっと活かしてるでしょ。黒い服僕多いんで、こういうのはだいぶオシャレでしょ。まあ、あとは、知ってる人が見たら、ね、すぐ、むっってなるやつだね。で、ちょっと店員さんがね、イケてることを教えてくれたんですけど、このベルトにしか、このオレンジの着脱可能なチェーンがついてなくて、他のバッグとかにもなんかついてんだけど、取れなかったりするんですよ。で、これが、このさっきのこのね、ボックスバッグ、これに、つけてもかっこいいんじゃないですかっていう。そう、本来はこれ、レザーのさ、このベルトなんだけど、これ、チェーン、これにしてつけててもかっこいいよねっていう。二つ買わないとできないコーデというか、組み合わせなんですよね、これ。ほら、これがね、こうできるんですよ、ほら。こういう感じ。イカしてるーわ。そう、これ、よーく見ると、これも、モノグラムなんですよね。黒、黒、ちょっとだけ見えづらいんですけど、バッチリモノグラムで、これ柔らかいです。ビョンビョン。そう。いいね。いいやつ、たくさんこう、おすすめされるからね、すぐね、買いまーすってなっちゃった。かっこいいでしょ、これ。で、ちなみにベルトは真っ黒も買いました。これもね、真っ黒の、チェーンがついてきてて、よーく見るとこれも、あれっすね、ほら。バッグと一緒で、こういう風に、モノグラムになってるんですよね。そう。で、黒いチェーン。店員さん全員このベルトしてましたね、そういえば。オレンジだとちょっと派手だからっていう時に、この黒とかだったら、まあ、僕がね、したら、ああ、こんな感じでしょ、ほら。あんまり、そこまで主張が強くないけど、ちょっとこう、ストリートな感じするでしょ？ストリートな感じ。いいねー。ということでね、これも、迷っちゃって、選べなくて黒も買っちゃいましたね。続きましては、ズックのコーナーです。ズックです。さあ、これ、ギラギラしてるわ、これ。見てください、これ、ハイカットのね、ブーツ寄りな靴ですね。そう、これ白とね、ベージュっていうか、ティンバーランドみたいな色もあったんですけど、僕は即白にしましたね。これもね、黒いズボン履いてて、今みたいに。これで履くと、まあ、ハイカットな靴よりももうちょっと目立つ感じですね、これ。あ、これもピンがある。そう、ピンをやって、ちょっとさっきのバッグと同じ、ね、エッセンスが入ってますが。うわっ！僕サイズはいつも8とか、7ハーフから8なんですけど。そう、僕結構普通に常に履いてる靴も全部、ルイ・ヴィトンのスニーカーなんですけど、ね、マジで履き心地いいんですよ。ローカットのスニーカーだから常にね履いてます。ふっ、これは雨の日絶対履けない靴だわ。こんな真っ白な履いたらもう、そう、ピンがね、最後にピンで留めるんですよね、上から。これちょっと一手間あるんだけど、やっぱおしゃれっつうのは手間がかかってなんぼなんだなっていう感じでございます。あー、ほら、なんかこの感じ、いや、めちゃめちゃ足、まあ、強調されるよね、これ。うん、こう結構タイトなパンツ履いてこう履くと結構シャキッとするかなっていう。そう、いいね。で、あとね、これ変わった色してるズック、これはですね、革靴なんだけどちょっとスニーカーっぽい要素が入ってて、これね、ほいっ、これがすごいんだよ。まあ、普通には見えないとこなんだけど、ちょっと歩いてる時とかにね、これが見えるとかっこいいんだよ。あと、ここ。ここにルビドンの、マークがペシペシペシと入ってます。そう。んで、中も蛍光。で、すごいのが、ここ。このね、何？ここの部分がプニプニで、
分厚いんですよね、ちょっと。ここだけなぜかスニーカーみたいで、柔らかくて履きやすい、なんか革靴に見えるちょっとだけスニーカー寄りなやつって感じですね。これだからフォーマルの時でも履けるかなと思って買いました。うん、いいでしょ。あとはじゃあこの辺いきますね。はい、これですよ、これ帽子。このね、白黒で2種類売ってるようなやつ全部白黒で買っちゃってるんですけど、これもね、ほらボコ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 とレザーにモノグラムのね、ルイ・ヴィトンのロゴが開いてますけれども、ちょっと待って、ちょっとね、撮影をね中断しに来たね人がいます。これ見物客が、おいちょっと待って、マロさんね、出演しに来たの。やっぱ普段ここにこんなもの置いてないからすぐ来ちゃうんですよ。マロさん、これ高いからさそう、このね、このチェーンとかにじゃれたりしてくるのね、こうやって超えるとそう、これにじゃれないでね、マロ君。たまーにこうなんか引っかいててってなるんだけど、まあマロだから許すそうこれ、う入る、マロ、こんなの入りたいの。こんな猫は世界に一匹だと思います。マロ、ほら、マロ、あ、本棚、本棚引っかいてる。やめて、ほら、マロ、ほら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 、マロ、ほら、ほら、ほら、入る？ちょっとね、このビニールのね、独特の香りがするから。お、はい。今ね、プレミアバッグからマロの家になってしまいました。自ら入っていくスタイルね。はい。はい。マロくん、家じゃないよ、ここは。運んでっちゃうよ、これ。あら。これ、噛んだらこれやばいからね、マロくん。大損失だからね。多分ね、おそらく世界で初めてこのバッグに入った猫だと思う。ほら、ほら、ジャンプ。あー、バジルー、アブロー。ジャンプ！よし！ほら、これめちゃめちゃ言うこと聞くでしょはい、じゃあ次、あ、帽子ですよ、帽子。帽子はね、これ何がすごいかというと、僕、大抵の帽子頭入んないんですよ、頭でかすぎて。なんだけど、これね、やっぱね、世界的なブランド、やっぱ世界は広いから、僕みたいに頭のでかい人がいるんだろうね、それに対応してくれてるっていう。そう、よっ、入るんですよ、ちゃんと。ほら、一番最大にするとギリ入るんだよね。そうで、店員さん僕のことよく知ってくれてるんで、ヒカキンさん、これでかいですよ、作りって言って、マジっすかっつって、そういつもかぶれないんだけど、そうかぶれるんですよ、嬉しいやつで。黒もあるんでね。そう、僕いつも外で出るとき実は帽子かぶってるんで、これ曲げてもいいのかな、これ。そう、曲げたりして、これちょっと変装気味でかぶってるんで、ちょっと怪しいかないやいや、ああ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 、って感じで行こうかなと思ってますはい、よいしょ。マロさん、まだ気になってんの、ほら。じゃ、マロさん、マロさんにはこの限定カラーの手袋をあげるよ、ほら。そう、これなんとね、今回のポップアップストア限定のあのね、オレンジ色の、ね、手袋なんでね。そう、これもね、なかなかファンにはたまらないやつ。ほらほら、マロくん、プレゼント。あとこれ、これもね、あのオレンジの、これ普通のキーケースとかかな、小物、ちっちゃいモノグラムのやつなんですけど、これおしゃれだなと思って買いましたね。リュックとかこういうバッグにチャッとつけると、モノグラムがね、ちょっとだけいいスパイスになるかなと思って買いましたね。そう、結構モノグラムで大きいバッグって、まあ見え方によってはギラギラしたりするんですけど、これぐらいつけてるだけだとちょっとね、こうピシッといくかなという感じ。さあ、と、あとはですね、こっからはいよいよ、ズックも帽子も終わって、洋服だね。そう、洋服。もう本当、洋服買うようになったの僕、それこそ去年くらいからなんですよね、ルイ・ヴィトンの洋服。いいやつなんだよ、俺が。まずこれ、オズの魔法使いのデザインなんですよね、これ。そう、これグレーでかっこいいんだよ。なんたってね、これね、これ着て最近マイクラの動画とか撮影したんですけど、これね、タグついてっから。それも今、汗かいてきて、タグから汗に染みてきてんだよね。そう。そう、僕これちぎれるまでね、ちぎらない癖があるんですよ。スタジャンとかも。
で、なんか値札ついてますよって言われて、うん、つけてるんだよっつって。で、次がこれ、これも同じデザインのセーターだね。これほら、紫なんですよ、こっちは。これもオズの魔法使い、紫。これもおしゃれだなと思ってね。で、あとは T シャツありますね、ここに。これ、これがまたね、クセモノの T シャツなんだけど、これもオズの魔法使いなんですけど、これ裏がやばくて、ダン！これ、これね、なんかほら、見て、この曲がり方わかる？この硬いんだよ、もうこれがついてるから、ワッペンみたいになってて、これなんかのビーズみたいのでできてて、これ絶対洗えないやんっていう感じですね。これはもう完全な、もうステージで着ようかなっていう感じの衣装でございますね。そう、これがね、22万くらいなんだよね。T シャツで22万、めったいないよ、これ。はい、これまあ超プレミアな T シャツ。あとは、これベーシックなね、この T シャツ。これいいよね。左上の胸にこう、エルボイって入ってる。そう、これは普通に普段、ね、普段の動画でも、あ、なんか着やすいなって思って買いましたね。まだ他にも T シャツとかめっちゃあったんですけどね。全部買うと多分1000万とか平気で超えていくんですよ。2000万、え、2000万ぐらいでいくかもしれないな。さあ、そして、さあ、最後はこちらでございます。じゃじゃーん。まあ、T シャツじゃなくても上に着るアウターというか、洋服です。まずまあこれかな。もう一つ浮いてますけど、これが今回ね、すぐ買うこと決めたんだけど、このジャンパーっていうかさ、水弾くような感じ。ウィンドブレーカーみたいな、ほら。シャラシャラしてんの、この。こういう感じ。そう、これ。これもオズの魔法使いのデザインで、ここにほら、ね、主人公がいます。これがね、ルイ・ヴィトンって感じだよね、これ。本当に。超ストリートなんだよ、これ。ちょっとだからダボっと着る感じだよね。よいしょ。わー、そう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 。まあでもこれ、めっちゃ目立つけど、ここに帽子も入ってるんで、雨の日でもこうやって行きますよ。これランニングもしたらもったいないよ。そう。こういう感じ。あ、ポッケもあるね。いいね。こういう感じが。うわー、すごい。これはストリーティーだわ、ストリーティー。超ストリート。どうでしょう、これ。超ストリートだよね。やべえな、これ。いいね。30代。ちょっと派手くらいがちょうどいい。いい。おじさんになってっちまうから。そう。僕20代、ヒカキンって、ヒカキンってそんな若いのって言われ続けてきたんで、30代巻き返し測るんで、ヒカキンってそんなに年いってたんだ。っていうのを目指していくんで、年取れば取るほどファッション派手にしていくから、マジで。ね。髪の毛も金髪にしちゃおうかなっていうレベルでね。よし。で、あとはね、これもまたね、ついでね、白黒買っちゃったんですけど、この、なんか着やすそうなフリースみたいなやつ。これも肩のところが、モノグラムがね、へこんでるんですよ。そう、これも2個買っちゃいました。1個じゃあちょっと白着てみましょうかね。そう、白の方がちょっとね、肩のモノグラムの柄が浮いてて、白がまあ特におすすめかなって思ったんですけど、これラーメン食えねえなみたいな。カレー、ラーメン、パスタ、まあ全部食い物食えねえなっていう。そう、絶対これ飯食えないんだよね。食った瞬間クリーニング確定みたいな色してるんだよね。真っ白。そう、ただちょっとこれね、L サイズで買ったんですよね。黒は M で買って、白はちょっと大きい方がね、かっこよく見えたんですよね。あ、ポッケもこれモノグラム入ってますね。そう、なかなかモノグラム。うん、かっこいいよね、これ。バージルアブロ。さ、そしてもうラストっすね。いよいよ本当のラストはこれもね、もう即買おうと思ったんだけど、まあ服が一番だから高いんじゃないかな、これ。あー、やめて、もっちゃん、それ45万もっちゃん、もう爪が入ってる、爪入ったろこれ、もっちゃん。あー、電車の釣り革みたいな格好してる、もっちゃん、もっちゃん。終わった、終わりました、ヒカキンブログで。あー、ダメだ、もうこれ引っかか、爪切ってんのにな、爪切ってるのに引っ掛けてきたわ、この子は。もっちゃん、あー、あー、取れた。もっちゃん、はい、ここダメ。これね、ジャケット、
あのいわゆるドレッシーなジャケットですね。これあのちゃんとセットアップで、ここにズボンもあるんですけど、これね逆にね膨らんでんだよね、これモノグラムのロゴが。これもちょっと分かりづらくてさりげなくて、さりげないんですけど、そこがいい。そうモノグラムが膨らんでるんだよ。そうこれドレッシーなんですよ。僕よくねこうステージとかジャケット着る機会多いんで、そうこれサイズもぴったりでさ、上半身で下も買ったんですけど、ぶっちゃけ下はこういうチノパンとかでも全然着れるんだよね。そうこれはかっこいいっしょね。今まであんまなかったからね、ここまでまあシックで、なんだろう、さりげないジャケット、うん、かっこいいですねこれ。あ、あざっすじゃーん。何分肩幅があってね、いつもなんかパツってなっちゃうんですけど、なかなかこれはちょうどいい大きさだった。そうまあそんな感じかな。あとちょっとおまけが、そうあの一回ねヒカキン TV の生配信でちょっと映したことあるんですけど、これ最近のねやばいの、これこれ別に今回のポップアップじゃないんですけど、そのちょっと前に買ったハイカットのスニーカーなんですけど、これやばいよね。そうなんかインスタでなんかこうルイ・ヴィトンのね、なんかルイ・ヴィトンマニアみたいな、そういうインスタって結構あるんですけど、そういうのでなんかアップされてて、え、何これ手作りで作ったのかなと思ってお店行ったら、あの店員さんがね、ありますよって言ってくれて、これこれ履いてるとね、あの人に会った時に、おお、お作り、うえーっつって絶対みんなね、あの視線が足に行くんだよね。そうこれはちょっと派手だからどうしようと思ったんですけど、買ってね、よかったなって思う最近の一品で、あの M ステのリハにこれ履いてったら、みんなね、あ、ヒカキン久しぶり、って言ったりとか、みんな靴に注目してくれて、それぐらいなんだろう、案外ちょっとキラキラしてんなぐらいなんですよね、履いてると。なんだけどめちゃめちゃかっこいい、うん、スニーカーですねこれ。あとラスト、本当のラスト、最近愛用してるね2つがね、これなんだよね。このねギャラクシーですよ、銀河のこれリュックですね、バックパックとこのウエストポーチ的なやつ、三日月ポーチみたいなやつ、この2つ買ったんですけど、これ人気ありすぎて全然売ってなくてさ、取り寄せてもらったんですけど頑張って。そうこれいいんだよね。あの東海オンエアの時計買う動画の時これ確か背負ってたんですけど、そうこれはね超容量でかくて、あの MacBook Pro 余裕で入ります。そう超でかいの、いいでしょ。ただ最近なんか僕外でなんだろう、編集ノートパソコン MacBook Pro 持って外で編集とかあんましなくて、なんでお財布とかもちっちゃくして、ちっちゃいバッグ欲しいなと思って初めてちっちゃいバッグ買ったのがこれ。そうこれはねもうこういう感じよね。そう、そうこれいいっしょ。財布は全然余裕で入るんで、財布、モバイルバッテリー、キーケースくらいでちょうどいいあのポーチ。だから外にラーメン食い行くときとかはこれだけで行きますね。そう非常にいい。なんか前にしてるとなんかね、なんかひったくられなそうでしょなんかね後ろにやってるとなんか怖いんだけど、ちょっと見えないから、そう前にこうやっていつも歩いて行ってます。うわーい、これ何分になったかな、このヒカキンブログ初のちょっとファッション系動画。うん、今後なんかまたね、もし見たいっていう声があったら、こういうヒカキン TV でわざわざ紹介しない購入品とかファッション系はね、機会があったらまたやっていこうと思うんですけど、どうでしたかねそうなんかね、わざわざこう買ったの隠してもやだしなとか、あと最初に言った通りやっぱりいいものをね身につけて、やっぱ YouTuber としてこうビシッとしていたいっていう思いからですね。はいはーい。あとは多分インスタグラムにもねファッション系ガンガン上げてくんで、もしよろしければ僕のインスタグラム説明欄からフォローお願いします。はい、というわけで、2019年はねヒカキンブログ、まあファッション系は なんとなくやっていきたいなとずっと思ってたんで、またなんか買ったらねやるかもしれませんし、全然更新されないかもしれないまあもしかしたら今までみたいに心の透き通った少年シリーズが1年に1回しか投稿されないかもしれないけど、多分ね投稿なんかするので、またこのチャンネル見てくださってるあなたは多分ねヒカキンマニアだと思うんでぜひまたお越しください、このヒカキンブログチャンネル登録ポチッとお願いします。最後までご視聴ありがとうございましたバーイ。